食らえ！私の上腕二頭筋にビンビン来る戦いだった。
これ、なんだろう？カバンかな？中にいろいろ入ってるけど、みんなボロボロだな。古いものなのかも。あ、これ、楽譜みたいだ。でも、僕たちが知ってる楽譜とはちょっと違う気がするな。見せて、見せて。うん、いいけど。フェザードライブの楽譜ってこと？そう。ほら、ここにグーカブラって書いてある。きっとこれ、作曲した人の名前だよ。でもこれ難しそうだよ。メアメに弾けるかな？うわっ！え？何？何？今のは技を受け継ぐときと同じ。ああ、びっくりした。メアミ、もしかしてその曲弾けるようになってない？の技を受け継いだのと同じことなんだと思うけど。ふーん、よくわかんないけど弾けるようになって嬉しいよ。いつでも弾いてあげるよ。
私の上腕二頭筋にビンビン来る。かけさせないでよ。これ。デラスファルマ、やはり間違いなかったか。いや、間違いやよ。お前は赤き斧の幹部、確かゾシオムって言ったな。うん、まったく迷惑千万な小僧どもよな。第三師団を引っ掛けるはずであったに、どうでもいい雑魚が引っ掛かりよった。大間違いもいいところじゃ。どういう意味かね。いやあわからぬか。これは罠じゃと言うておるんじゃ。第三師団をこの山におびき寄せ、そこのテラスファルマを解き放って皆殺しにしてくれようと待ち構えておったのよ。そういうことか。そのためにわざと目立つように動き回り、ダメ押しに途中の村まで襲ったというのに。つまらん、まったくつまらんわい。わしの仕掛けを台無しにしてくれた報い、受けてもらわねばな。もうデラスファルマだ。Huh?
手間かけさせないでよ。逃げたか。ごめん、私のせい。私が赤き斧を見たなんて言ったから。リュセリは見たままを教えてくれただけだ。何も悪くないよ。そうだよ。でもあいつらきっと私が見てたのも知ってた。私は泳がされてただけ。そうだとしても僕は引っ掛けられたとは思わないよ。え？僕たちが来なければ、連中の狙い通りアイオニアの兵隊が来たかもしれない。テラスファルマに襲われてひどい被害が出たかもしれない。ヒオニ村までやられたかもしれない。それに比べたら僕たちが少し苦労しただけで済んでよかったって思えるだろ。お人よし。お人よし。そうかな。そう。でもありがとう。諸君、お取り込み中大変恐縮だが。お取り込み中って。我々は一度フェアピークに戻るべきではないだろうか。そうか。赤き斧の狙いは第三師団だったんだから。フェアピークに何か仕掛けてるかもしれない。様子を見に戻った方が良さそうだね。特に変わった様子はないね。やっぱり赤き斧は来てないか。そこの者たち止まれ。貴様らヒオニ山から降りてきたな。赤き斧のことを何か知っているだろう。うるさい。知っていても話す義理はない。なんだと貴様、鋼の枝に逆らう気か。騒がしいな。何事だ。これは師団長閣か。こやつらがヒオニ山から降りてきたと石膏隊から報告がありましたので尋問を行おうとしていたところであります。おお、師団長。私が第三師団長リロム・ランテス。その話私が直接聞こう。
なるほどな。やはり罠だったか。やはり。ああ、日鬼村が襲撃されたと報告を受けた時から怪しいと思っていた。村が襲われたって知ってたのに助けにも行かなかったの？当然だ。我らの任務は赤き斧の掃討、田舎の村の救援ではない。それにのこのこと出向いていたら赤き斧の罠にはまっていたわけだろ、お前たちのようにな。まあお前たちの働きには感謝していないでもない。日鬼山における赤き斧の行動が陽動に過ぎないと確認できたのはお前たちの功績と言ってもいいからな。しかし第四師団が壊滅してしまった東部とは異なり、この北部方面では我が第三師団が万全の体制をとっている。赤き斧のことは我らに任せて、お前たちは故郷に帰るがいい。考えて、お前たちのような素人の出る幕ではない。幼稚な正義感で行き当たりばったりに行動されても邪魔なだけだと言っているのだ。えへ、聴取は終わった。参考人を解放する。伝令、赤き斧は南だ。全部隊に移動準備の通達を出せ。何なのあいつ、何様のつもり。リュセリって最初に思ってたよりずっと笑ったり怒ったりするんだね。私のことはどうでもいい。あなたがバカにされたのに。お嬢さん、街中で大きな声を出すと目立ちますよ。やあ、どうも。子供？指輪職人のナジンさん、僕たちよりずっと年上だよ。え？ああ、そうだ、皆さんを探していたんです。僕たちを？はい、ちょっとお見せしたいものがあるので後で店に寄っていただけませんか？いいですけど、見せたいものって？それはお店の方で。じゃあお待ちしています。
今日はどうしたい？フェアピークでこんな本をもらったんですけど、見てもらえませんか？本？どれ？見せてみよう。なになに？タラシオの肉料理大全？もしかしてこいつタラシオロシオの本か？知ってるんですか？ガリメだ。タラシオロシオといや伝説の料理人だぜ。今のアイオニア風肉料理を完成させた偉大な先達の一人って言われててな。まともに肉料理を修行したやつなら知ってなきゃおかしい名前なんだよ。へえ、そんな有名な人だったんですか。そのタラシオの本がここに。読んでいいのか？どうぞ。いいんだな。開くぞ。うわ、あ、読む前に知らねえ料理が頭ん中に入ってきやがった。すげえ、これがタラシオ・ルシオの料理か。伝説の料理人ってのは伊達じゃねえな。おい、あんたらも今日からタラシオの料理がいつでも食えるぜ。幸せだろ。ああ、そうですね。
め。おやおやおや、兄さん方来てくれたんですか。おっかねえのが空を飛び回ってるんで来られねえんじゃねえかと心配してたんですがね。いやー、さすがだ。あの化け物どもと何度も戦っただけのことはありますな。はあ、あなたがナジンさんにご禁制の書物を預けた人ですか。はいはいはい、あしはウッツェと申しまして、ここで樹石職人をやっております。樹石って呪術師が使うあれですか。呪術も樹石ももう何十年も前に扱える人がいなくなったって聞きましたけど。まあそうなんですがね、あっしはこの本を読んで樹石の作り方を勉強したんですよ。まさかそれも。いやー、兄さん察しがいいね。その通り、こいつも200年以上前の本、つまり五金製の書物です。どうしてそんな話を僕たちに。あなたと会うのは初めてだと思いますけど。いやいやいや、確かにお会いするのは初めてですがね、兄さん方は一部じゃ有名なんですよ。アイオニアとは関係なしに赤き斧と戦ってて、オロスク村を救ったって実績もある。だからあっしも兄さん方のことはちっとばかし知ってるわけで。そうなんですか。そうなんですよ、そうなんですよ。で、話の続きなんですがね、兄さん方清荷村に行ったでしょ。100年前、あそこに五金製の書物があるってんでアイオニア軍が探しに行ったんだけど、結局見つからなかったって話はご存知ですかね。はい。でもね、実はあったんですよ、清荷村に五金製の書物。そんなバカな。だって僕たちは。は？あ、いえ、なんでもないです。おかしな兄さんだね。まあいいや、なんで見つからなかったかっていうとですね、村からずっと西の山の中にこっそり隠してあったからなんですよ。え？芦ノ湖の本も、兄さん方に差し上げた本も、そこから持ち出したもんなんです。もちろんこの2冊だけじゃねえ、他にもまだまだ残ってる。どうです、興味あるんじゃねえですか。そうでしょう、そうでしょう。残ってる書物を調べりゃ、アイオニアがなんで古い本を五金製にしてるのかわかるかもしれねえ。いや、もしかしたらもっととんでもねえ本だって眠ってるかもだ。興味ねえわけがねえってもんです。はあ。さて、それじゃ行くとしますか。え、その古い本が隠してあるところにですか。え、そっちは後でご自由にどうぞ。その前に足をここから連れ出してもらいたいんで。はい。いやね、外に鳥の化け物みたいなのが飛び回ってるでしょ。あの野郎、足がフェアピークから帰ってきたすぐ後くらいに飛んできやがったんで、おかげで足はもう一人じゃここから出ることもできやしね。このままじゃここで飢えて死ぬか、出て行ってあの化け物に食われるか。よよよよよよよ。わかりました。安全なところまで一緒に行きましょう。え、いいんですか。そいつありがてー。いやいやいや、兄さん方さすが頼りがいがありますな。そんじゃ行きましょう、すぐ行きましょう。
まで来りゃもう安心ってもんです。ありがとうございました。いえ。そんじゃ、足はこれで二三方の砦に行ってますんで。は？あ、もちろん居候しようってんじゃねえですよ。ちゃんと働かしてもらいますんで。でもうちには呪術師がいねえから呪石職にもいらねえと。今そう言おうとしましたね。いえ、そういうわけじゃ。ひでえ。やっと構えた工房をあんな化け物鳥に追い出されて、他に行くとこもねえってのに。このままじゃあっしは一人寂しくのたれ死ぬしか。よい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 よ。わかりました、わかりました。うちに来てください。いいんですか？すいませんね、無理したみたいで。そんじゃお先失礼します。Thank you.
それ。すごい。これが全部五金製の書物。その通りですが、期待外れでしたね。誰だ。驚かせてしまったのなら申し訳ありません。ようこそおいでくださいました。あなたは。私はレギウスと申します。ご覧のように古書を漁り、学者の真似事をしているものです。それだけじゃないでしょう。と言いますと。あなたは別に気配を殺していたわけじゃない。ただ本を読んでいただけです。なのに僕は声をかけられるまであなたがいることに気がつかなかった。何か武術をやっていて、それも相当な腕だと思いますけど。なるほど。やはり実際に会ってみなければわからないことも多い。ウッツェにつなぎを頼んだ甲斐があったというものです。ウッツェさんに。ええ、あなた方にこの隠し書庫の存在を伝えるようにと頼みました。日鬼村の禁書は実在するのだと伝えるだけでいい。連れてくる必要も、そこへ行くように示唆する必要もないと。確かにウッツェさんはそんなことは言わなかったけど。あなた方が興味を示さなければそれまでのことだと考えていました。しかしあなた方は来た。アイオニアに禁じられた書物が眠るこの場所に。これで私の取るべき行動は決まった。取引をしませんか。私はあなた方に自分の知識と能力の全てを提供する用意があります。代わりに私は世界の真理を得たいのです。世界の真理。この世界にはおかしなことが多すぎる。そう思ったことはありませんか。アイオニアが300年前に建国されたとして、それ以前の歴史が空白なのはなぜか。アイオニアは何のために古い書物を借り集め続けているのか。そして何より、テラスファルマの正体は、目的は。それは。私はこれらの謎を解き明かしたいと望み、さまざまな心、未だ成果らしい成果の上がらぬ虚しい試みですが、諦めることはできない。赤き斧の登場により、私はさらにその意を強くしたのです。赤き斧。そう、彼らは明らかに私が求める知識の一端を手にしている。例えば船です。約200年前に書かれたこの本によれば、当時は川や海の上を進む船という乗り物があった。しかし今やただの一隻たりとも存在せず、そればかりか大多数の人間は船というもの自体を全く知りません。その船を赤き斧は使っている。だから第三師団は彼らを見失ったのです。
そうか、赤き斧はエパト橋が渡れるようになっても船を使ったんだ。エパト橋が渡れるようになったとは、少なくともここ数年あの橋が渡れない状態になったことはないはずですが。ああいえ、僕の勘違いです。まあいいでしょう。他にも赤き斧は我々の知らない技術を持っている。テラスファルマを封じる箱はその最たるものでしょう。ですから私は一時その知識を得るために赤き斧に参加することすら考えました。しかし彼らはせっかくの知識や技術をアイオニアへの復讐のためだけに使っています。そんな連中に加担することは私の信条に反するかといってアイオニアに身を寄せても私の求める知識は手に入りません。私はかつてアイオニアの岩の根、つまり最小ルガトルガム配下の官僚組織にいたことがありますから。あの国はごく一握りの幹部が全ての情報を独占し、末端は何も知らされないまま働かされるだけです。そんなところに行っても意味がない。ではどうするか。そう迷っていた時にあなた方のことを知りました。そしてかけてみようと考えたのです。僕たちに？赤き斧に勝利するためにはあなた方も彼ら以上の知識を得る必要があるでしょう。それは世界の謎の一端を解き明かすことであり、まさに私の望みでもある。故に私はあなた方に協力したい。先ほどあなたが看破した戦闘能力、アイオニアの岩の根で得た経験と人脈、これまでその全てを提供するとお約束しましょう。そしてあなた方は勝利を、私は真理を手にする。いかがです？考えてみてはいただけませんか？僕も考えてはいたんです。このまま闇雲に走り続けてもアイオニアと赤き斧の間で埋もれるだけなんじゃないかって。レギウスさん、あなたはこの状況を変えるきっかけになってくれるかもしれない。交渉成立ですね。では最初のお願いです。私のことは呼び捨てにしてください。敬語も必要ありません。え、でもあなたの方がずっと年上だし。私はあなたを補佐し助言を行う役目に徹するつもりです。決定権はあくまであなたにある。決断を下す人間が助言者にへり下っていては何かと具合が悪いでしょう。そんなことで具合が悪いなんていう人は僕の仲間にはいませんよ。では言い直しましょう。敬語で話されると距離を置かれている気がします。仲間と認めていただけるならもう少し親密さが感じられる話し方をお願いしたい。それはお互い様じゃないかと。この話し方は私の個性ですから。ずるいな。わかったよレギウス、これでいい？はい、結構です。それではここを出ましょう。長居するには少々寒い。あ、ここの方は？このまま置いていきます。ざっと目を通しましたが、残念ながらほとんどはすでに知っていることか、根拠の怪しい有益だったのは船のことが載っている本くらい。そう、ちょっともったいないな。